はい、コンシェルジュ、いいわけまみれでーす。今の時刻は深夜の2時くらいです。はい、こんな時間に目が覚めてしまったので、ちょっと小腹が空いたなーって思って、今日買ってきたお菓子を食べたいと思います。そのお菓子がすごく面白いので、もうみんなに見せたいなーって思ってたので動画を撮りました。よかったら見てください。でもよく考えたら、深夜2時に甘いものを食べるなんて、ちょっとギルティーではと思っているんですけれども、でも本日中にお召し上がりくださいなのでね、食べたいと思います。はい。では早速、こちらですね、甘み香りラボさんのマリアージュスイーツというものを買ってきました。おー、すごい。あー、おー、すごい。なんか、やっぱり研究所ラボっていうから、あれだね。すごい。実験のキットみたいに。なっているんだ。実験のキットみたいになっている。なにこれ。これから掛け合わせを楽しまれるあなたへ。あー。なるほど、なるほど。ん、なんか書いてある。こちら、ただのケーキではありません。甘み香り、ラボでは、美味しいだけじゃない、楽しいを届けるため、日々研究しています。このスイーツは、あなたの好奇心と探求心のマリアージュによって完成します。マリアージュって、掛け合わせるって意味らしいですよ。これ、さっき知った情報なんですけど。で、これ、もみれが選んできたんですけど、全部。まず、ベース。バニラとチョコとチーズとマロンがあって、それぞれ丸かったり四角だったり、長方形だったり、こう、楕円形だったりしたんですけど、まみれはまん丸のバニラのケーキをチョイスしました。あと、フルーツソースはストロベリーをチョイスしました。で、フレーバー、これかな？よ。フレーバーは、一つの封筒に三種類入ってるらしくって、ピスタチオ、オリーブオイル、ゲランドの塩というものをチョイスしました。あとは紅茶、ブレンドティーもついてきます。まみれ確かアールグレイにした。あ、はい、アールグレイでした。です。で、これを、この、ソースをかけたり、このフレーバーをかけたりして召し上がっていくような形らしいです。で、これ多分、ラジオが聞けるみたい。甘み香りのメッセージ聞けるらしいです。商品紹介とかも聞けるらしいです。これは後で聞きたいと。思います。じゃあ、お湯を沸かしているので、沸いたら紅茶を入れて食べ始めたいと思います。ちょっと、お待ちください。はい、準備できました。今回はですね、最近リスナーさんに送っていただきました新しいカップ。のりたけの花サラサというカップを使っていきたいと思います。あとすいません。完全に寝起きなので声がガラガラしていて、お聞き苦しかったら申し訳ないです。すいません。では早速食べていきたいと思います。掛け合わせの手順というものがあります。基本自由で OK で、自分好みの味とかを発見、研究しようらしいんですけど、なるほど。何もかかってないところを一口。気づくかな？あの馴染みのケーキ。
素顔を知らなきゃ始まらない、どんな風に化けるのかお楽しみに。なんかこのフレーバーは液と粒と粉の3種類が入ってるらしい。とりあえずまずこのまま食べてみたいと思います。すいません、丸見えだった。いただきます。あ、硬い、やばい。あ、これやばい、動画撮ってるのに綺麗に食べれないかもしれない。やばい、綺麗に食べれないかもしれない。うっすいません。バニラですね。美味しい。美味しいです。次、フルーツソースと一緒に、フルーツソース。いちごソースをかけていきたいと思います。バニラといちごはもちろん合うに決まっているんですけど、よよにゃん、よいしょ。あ、どうしよう。よし。いただきます。うん。おいしい。美味しいです。うん。美味しい味がする。アールグレイは？いい匂い。美味しい。いや。美味しい。液、粒、粉。フルーツの香りや酸味が加わって素朴なベースが一気に華やかなスイーツへドレスアップ。映えるってこういうことからしいです。フルーツソースと一緒に。次は液をとろっと、口当たりよく鼻に抜ける香りで複雑な味わいに。こんな深い奥行きがあるとは、もっと試したくなる。液を試してみましょう。ほんほんほん、これが粒。わー、これが液。オリーブオイル。え？あ、さっきのが粉だ。で、こっちが粒だ。ピスタチオ。おー。すごい。ピスタチオ、オリーブオイル、お塩、です。なので、まず、液をとろっといきましょう。オリーブオイルをかけるのか。オリーブオイルかけるの想像できないけど。
ひょろっと開けさせてもろて、すいません、うまく食べられなくてお恥ずかしいんですけど、一口でかいな、やばい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 、落っことすなよ、おく、あー、ごめんなさい、大声を上げてしまいました。うん、うん、オリーブオイルだ。うん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 、なんか一気にレストランみたいな味になりました。美味しい、美味しい、美味しい。次行ってみましょう。粒をパラッと、食感が変わって五感で楽しませてくるぞ。力強くて楽しい一面もあって、なんて驚き。ん？力強くて楽しい一面もあったなんて驚き。粒。とりあえずこれを割るところから。よいしょ。よいしょ。よ、この子を食べよう次。粒はピスタチオです。おみれピスタチオ好き。おう。出しすぎちゃったかな。ピスタチオいただきます。うん、うーん、うん、ナッツが入るとザクザク感が増しますね。うん、美味しい。次、粉をさらっと。本当にこれ合うの？勇気を出して少しずつ。未知への不安は新しい味への発見、感動へ。粉をかけるらしい。かけてみますか？割ってから。よいしょ。うっ。よいしょ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 。おお。上手にか食べられない。これお塩ですね。岩塩だ。いただきます。うーん、お塩いいかもしれない。うん、うん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 、お塩良きです。うん、うん、美味しい。でも結論やっぱりストロベリーが美味しいかな。でも岩塩も良かったし、ピスタチオも良かったな。オリーブオイルはオリーブオイルだなーって感じだった。よいしょ、こっ
このいちごのソースめっちゃ美味しかった。全部かけて食べたい。よいしょよいしょよいしょ。もったいないから全部かけよう。手がいちごソースだらけ。というわけで、はい、というわけで甘み香りラボさんのマリアージュスイーツでした。この後はおめではゆっくりこれを食べてまた眠りにつこうと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。楽しいお茶会になりました。何か宣伝とかありましたっけ。直近の宣伝はないんですけれども、はい。10月31日、いいわけまみれ活動2周年でございまして、はい。よかったら、お祝いに駆けつけていただけると嬉しいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。それでは皆さん、おやすみなさい。おつせーそー。